今回は、久しぶりに、吉原弁護士について語っていきたいと思います。さて今回の動画は、二部構成となっております。まず前半部分で、リバイコアンチの現状の解説をします。そして後半部分では、吉原弁護士の意味不明なムーブについて、解説していきます。それではまず、リバイコアンチの現状について、話していきます。まず、知らない人のために、結論だけ言っておきます。現在、リバーズエコという企業は、カルピス軍団のような集団から、頭のおかしい粘着を受けています。リバイコに長期間粘着している方々、今もアンチ活動を継続しているのは、明らかに日本語がおかしかったり、言ってることがめちゃくちゃだったりと、カルピス軍団の介護官のような、地獄のような人間が多いです。リバイコアンチは、カルピス軍団よりもエコチェンが極まっていて、リバイコを貶めることのできる情報であれば、たとえそれがデマであっても平気で拡散します。確かに小川社長も、それちょっとどうなの、と思うところはあるのですが、リバイコアンチの方が、1000倍ぐらいおかしいです。例えば、小川社長の落ち度を、1、とした場合、リバイコアンチの落ち度は、1000、ぐらいあります。現時点で、リバイコアンチの落ち度に一切触れずに、リバイコだけを批判している人は、エコチェンが極まった、カルピス軍団の介護官のような方々なので、彼らの話を信じ込んで、リバイコを攻撃しないよう、くれぐれも気をつけてください。どう考えても、リバイコアンチのやっていることの方が異常なのですが、それに一切触れずにリバイコを批判している時点で、その人は信用できないので、無視でいいです。X でそういう人から絡まれても、ブロックすることを推奨します。例えばカルピスマンゴーと話しても、会話が成立しないでしょ。マンゴーよりも数レベル知能が低い人間と会話しても、時間の無駄なので、ブロック推奨です。私の場合は、訴訟すると言ってしないのは嫉妬だからやめた方がいい、みたいなことを過去動画で言ったりもしているので、小川社長の落ち度にも触れていると思うんですけどね。しかしアルミホイルの民の間では、赤木レイヤーは小川を擁護ばかりして、小川の落ち度に一切触れていない、という設定になっているみたいです。多分、ろくに動画も見ていない、エアプなんでしょうね。見ていたらそういう感想にはなりませんから、何もかもエアプで、適当に雰囲気で判断した結果、リバイコが悪いと思い込んでいるのでしょう。それってただの妄想ですよね。マジで迷惑なのでやめてください。リバイコ関係は、普通の界隈と違うので、安易に関わらない方がいいです。下手に無能が関わっても、自爆するだけです。富士の話題のようになりたいですか?という話です。リバイコアンチの言うことを信じたら、富士の話題のように、人としての誇りや尊厳、まともな視聴者など、今まで積み上げてきたものを、すべて失うことになります。リバイコアンチの中核的な存在は、とにかく人に迷惑をかけたり、嫌がらせをしたりするのが大好きで、リバイコへの支援というよりは、すべての人が不幸になればいい、という考えで動いています。そいつが、送りつけなどの犯罪行為をやっている可能性が高いです。一方で、リバイコへの支援だけで動いている人物もいます。これは、元リバイコリスナーで、吉原弁護士の嘘を信じ込んで、反転アンチになった人に多いです。例えば、嘘つきの、赤いドラベイ、とかがそうですね。おい、赤いドラベイ、見てるか。お前は体を鍛える前に、まずはメンタルを鍛えろよ。リバイコアンチは、吉原弁護士が離れた途端に、一斉に減りました。まるで吉原弁護士がいる間は、自分が訴えられない、とでも確信していたかのような動きですね。頭が悪くても、リスク管理ができる人は、今はもうリバイコアンチを卒業しています。今も残っている人は、リスク管理が全くできていない人や、元リバイコリスナーで反転アンチになったため、引くに引けなくなって、今も必死にアンチ活動を続けている、くっそ痛々しい人ばかりです。特に最近は、リバイコアンチの数もだんだん減ってきて、全く相手にされなくなってきているので、必死な人が多いです。リバイコアンチが、気持ち悪いことをしすぎているせいで、好き嫌いの堀口秀俊すれで、リバイコアンチは頭おかしい、みたいな書き込みを、複数回見たことがあります。やってることが気持ち悪すぎて、全然関係のない界隈にまで、その害悪さが広まりつつある、リバイコアンチ、かわいちょ、インプレッションからして、死んでますからね彼ら、カルピス軍団以下のインプレッションで活動を続けても、ただの時間の無駄ですし、自分の集大を全世界に向けて発信しているだけなので、何か他に楽しいことをすることをお勧めします。さて、次は、吉原弁護士の話をします。リバーズエコの元顧問弁護士、吉原隆明様といえば、ガールズバーに強い弁護士、としても、知られています。吉原弁護士は、もしかしたら歴代最悪レベルの、とんでもない弁護士かもしれません。詳細は過去動画で解説していますので、興味がある場合は再生リストからご覧ください。簡単に説明しておくと、吉原弁護士は、お金をもらうだけもらって、仕事をろくにせずに、しかもその責任を依頼人に押し付け、依頼人の悪行をばらまき、依頼人の家族を名誉毀損するなど、信じられない行動を繰り返しています。しかも、守秘義務違反に当たるような、弁護士の仕事で知り得た情報を、ネット上で平気でベラベラ喋るなどの、わけのわからない行動も複数回しています。全く理解不能なのですが、リバイコアンチは、こういう感じで意味不明な行動を繰り返す人が多いので、リバイコアンチなら仕方ないよね、の一言で済んでしまうところが、なんとも言えません。一応弁護士やぞ、こいつ、
弁護士なのに、頭にアルミホイル巻き始めて、どうするんですか？何やってるんですか吉原弁護士は。なお現在、吉原弁護士に対する刑事告訴や、懲戒請求が進んでいる最中です。しかも首都圏だけではなく、複数進めているそうです。なので吉原弁護士は、後で相当大変なことになるでしょうね。いやもしかしたら、もうすでになっているかもしれません。リバイコは法的措置を取るために、カンパも集めています。当然カンパで集めたお金から、吉原弁護士への報酬も支払われています。つまり、皆から集めたお金を、報酬として受け取っていながら、ろくに仕事をしていなかったということなので、これは批判されても仕方ないでしょう。リバイコに対しては、私も10万円カンパしています。吉原弁護士は、ろくに仕事をしていなかった分の報酬を、今すぐ返金してください。返金しないのであれば、今すぐ弁護士バッジを、返還することをお勧めします。なお、吉原弁護士は、刑事で多分アウトだろうなということを、複数やっています。にもかかわらず、東京第一弁護士会は、吉原弁護士に何の処分も与えることもなく、平然と放置し続けています。吉原弁護士って、ちょっと考えられないレベルで、明らかにヤバいことをしまくっているじゃないですか。こんな史上最悪レベルの弁護士に対して、何の処分も出せない時点で、東京第一弁護士会に、事情作用は全くない、と言っても過言ではありません。あくまで一般論を申し上げますが、弁護士はスケジュールを組んでいて、大抵忙しいものです。法律相談の予約などを入れる際は、人気の弁護士だと、1週間後以降とかになってしまいます。本業が忙しい弁護士は、弁護士会の運営に関わる余裕は、あまりないことが多いみたいです。一方で、本業があまり忙しくない、比較的時間に余裕のある弁護士が、弁護士会で幅を利かせていることもあるとか、今回の件を放置していると、東京第一弁護士会の存在意義そのものが、問われることになるかもしれませんが、大丈夫なのでしょうか。そもそも弁護士会って、あんまり役に立たないと思っていた方が、良いかもしれません。例えば元コラボ弁護団の中川弁護士は、懲戒請求で得た個人情報を、全く無関係の訴訟に流用したとして、暇空あかね様から懲戒請求を受けています。しかし、1年以上が経過した今も、中川弁護士に対して、何の処分も出ていません。懲戒請求で得た個人情報を流用されると、流用を恐れて、懲戒請求がしづらくなるかもしれません。このようなわけのわからないことを平気でする弁護士には、それなりの処分を下すべきです。しかし、中川弁護士の件も、弁護士会は放置しているみたいです。なめとんのかわれい、おん、というわけで、弁護士会という組織には、改革が必要です。役立たずの無能は追い出して、事情作用が働くような環境を作るべきです。中川弁護士や吉原弁護士が、一切の処分を受けることなく、平然と活動していること自体が、弁護士全体の評判を貶めています。そんな吉原弁護士ですが、先日、また意味不明な行動に出ました。なんと吉原弁護士が、小川社長を提訴したのです。訴状を見たのですが、セブンナイツ以下の、謎のお気持ち怪文書が、数十ページにわたって続いており、訴状というよりは、電波時見た怪文書でした。なんやこれ一体、頭おかしなるで、おそらく吉原弁護士は、リバイコアンチに焚き付けられて、何か訴えられるところを必死で探して、小川社長を訴えようとしたのでしょう。しかし、アウトが取れるところが見つからなかったので、肖像権侵害や著作権侵害などで訴えてきたそうです。ただ、弁護士なら当然つくはずの、肖像権侵害や著作権侵害の区別がついていないようなので、吉原弁護士はもうダメかもしれません。以前の彼なら、著作権と肖像権の区別はついていたと思うのですが、リバイコアンチと長い期間慣れ合っていると、どんどん認知がおかしくなっていくので、吉原弁護士もおそらく認知が歪んできているのかもしれません。弁護士として常識レベルの事柄も、わからなくなるレベルで、しかし吉原弁護士は、地球のマークで顔面を隠した写真に対して、肖像権侵害だと主張しているそうです。かなり無理があります。サムネで吉原弁護士の顔面を使用している件については、一応アウトが取れる可能性も、なくはないのでしょうか。ただ弁護士が明らかな違法行為をしているということで、公益性があるっちゃあるので、小川社長側の弁護士の手腕次第でしょうか。ただ、吉原弁護士の顔面は、別の投稿者のチャンネルのものであり、吉原弁護士本人が権利を持っているわけではないので、訴えて勝てるのか、という疑問はあります。普通、訴状というのは、どこが法的に問題があるのかを、わかりやすく簡潔に整理したものです。しかし吉原弁護士の訴状は、自身の不満や感情を、数十ページにわたって綴っており、どこが法的に問題があるのかも、ほとんど書いていません。ガチで意味不明です。堀口くんの裁判書面も、相当ひどいのですが、堀口くんの方がまだマシです。例えば堀口くんだと、ものすごく自己中な解釈をするものの、一応どの点に法的な問題があるのかを書いています。しかし吉原弁護士は、一応弁護士なのに、それすらできていません。もうお前弁護士なんて、やめちまえよ。高明、弁護士なのに、10
純弁護士に敗北するとか、恥ずかしくないのかよ。ちなみに、吉原弁護士の訴状は、さすがに意味不明すぎたのか、裁判所からダメ出しを受けて、訴状を整理するよう指示が出ました。そして、数十ページあった訴状は、たったの数ページになりましたとさ。いや、それだったら、何のためにそんな長文を書いたの？あんなわけのわからない電波怪文書を書くということは、弁護士としての手腕そのものに、疑問を感じてしまいます。あえてリバイクを困らせて、報酬を巻き上げるために、わざと開示を途中で放棄していたのではないか、という説もありますが、あの訴状を読む限り、単純に能力が足りなかったのではないか、という可能性も出てきました。これで、どうやって弁護士になれたんだよ、というのが、軽く訴状を読んだ私の感想です。しかも、依頼人である小川社長に、散々不義を働き、違法行為を散々しておいて、よくわからない理由で訴訟を起こしてくる、吉原弁護士、そういう、意味不明な行動自体が、自分の名誉を貶めていることに、いい加減気づいてほしいものです。いやガールズバー吉原の名誉は、これ以上落ちようがないかもしれませんが、仮に、肖像権だか著作権だかで、提訴して勝ったとしても、だからなんなの、って話でしょ。まともに仕事をせず、それがバレたら依頼人を攻撃しておいて、挙句逆切れして、嫌がらせで提訴してくるというのが、吉原弁護士です。なんというか、リーガルアウトな表現しか出てきません。皆様もアウトなことを言いそうになるのはわかりますが、迂闊なことを言わないように気をつけてください。吉原弁護士見てるか、あなたの電波書面を販売したいので、もしよろしければ、私を訴えてくれませんか。訴状、お待ちしております。ちなみに吉原弁護士に関しては、他にも面白いエピソードがあります。珍しく、ビシッとスーツで決めてきたのに、応援するために裁判所に駆けつけた支持者が、0人という、ギャグみたいな状況も起きています。まあ、あれだけわけのわからない嘘をつきまくっていたら、情弱だらけのリバイコアンチからも、そや見捨てられますよ。吉原弁護士が、どのような嘘をついて、リバイコリスナーを反転させたのかも、今では明らかになっています。もし吉原弁護士らに騙されて、反転してしまったことを後悔している人がいたら、吉原弁護士とのやり取りを、小川社長に送ることをお勧めします。最後に自前の広告が流れます。今回は、少し高めのワインをレビューします。ソムリエ監修の、オーストラリアの白ワイン、バイオレットセブン、です。なんとこちらのワイン、4500円もします。うせやろ。ぼったくりやろこれ。一応白ワインなのですが、綺麗なスミレ色で、グラスに注ぐと見た目が非常に美しいです。プラスいくいく点、味は半甘口ということで、甘めです。口当たりは軽いです。アルコール度数が低めなので、結構ごくごく飲めます。飲むとまず、上質な甘みが、口の中にふわっと広がって、後味にほのかな苦味を感じます。その塩梅がちょうど良くて、ただ甘いだけではなく、少し苦味も欲しい、という人にはおすすめです。一口目は、うっす、と思いました。でも、飲んでるとなんか癖になるんですよねこれ。人工香料や甘味料、着色料を一切使用せずに、この色を出しているのですから、驚きです。凝縮された果実味と、ほんのり漂う花のような香りを、ぜひ一度味わってみてください。少し高いので、特別な日とかに、透明なグラスに入れて飲むと、テンションが上がると思います。詳細は概要欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。